お腹が気になるのにお酒を飲んでしまう。年々お腹の脂肪が増えているのに甘いものがやめられない。そういった方はお腹全体を使う今回の腹筋メニュー一緒にやりましょう。今お腹をぐっとへこませて、へこんだよっていう人はこの状態が腹筋終わったら作れます。一緒に頑張ってみましょう。膝を曲げて寝た状態で肘つきます。スマホ持って反対の手を遠くに伸ばしましょう。この状態で長く息を吐きながらキープです。できるだけ手を遠くに伸ばしてください。脇腹筋肉鍛えられてます。スマホね、見ながら、もしくは置いたままでもいいですからね。やっていきましょう。反対も同じようにやっていきます。できるだけ長く息を吐いて、手を遠くに伸ばしましょう。お腹へこませる意識をすると、さらに効果的です。寝た状態で膝を曲げて左右に振りましょう。できるだけ息を長く吐きながら、息止めちゃうと効果半減しますからね。この状態で膝を曲げ伸ばししましょう。足を伸ばすのは少しでいいです。腰が浮かないように上手にやってみてください。足を抱えるときに下腹の筋肉使ってますよ。息止めないようにしてください。半分で終わりますからね、頑張って、足を少し伸ばした状態で左右に振りましょう。振る幅も半分でいいです。下まで下ろしちゃうと上がってこれなくなりますからね。さっきよりも少し膝を伸ばした感じで左右に振ります。膝を曲げたら交互に足を伸ばしていきましょう。足伸ばしたら腰に隙間が空かないように足をすぐ戻してください。あと少し伸びますからね、頑張っていきましょう。お腹引き締まってきますよ。今度は足を全部伸ばしたら戻しましょう。足伸ばしたら腰が浮いちゃうんでね、早く戻しましょう。腰が浮かないように注意。もし上半身のね、浮きそうになる人は斜め上に足伸ばしてください。お疲れ様でした。息止めない意識ができて、今回のメニューいつもやっていったらお腹確実にへっこみます。やった人はコメントで教えてください。